ただいま、マットワンコです。今回のビーパル4月号の古くは、今年創業110周年を迎える老舗のアウトドアブランド小川とのコラボ作、ハンドル付き極厚鉄板ソロをご紹介したいと思います。動画撮影中にシーズニングを失敗してしまい、今回はどうにもできなくなったので、ただただ鉄板の古くを紹介するだけの回。動画が良ければいいねやチャンネル、今回は見なくてもいいわ。さて早速付録の方を開封していきたいと思います。付録を開封している間、簡単に雑誌の内容をご紹介したいと思います。まず大特集としてビーパル春のギア祭り、なんか山崎春のパン祭りみたいなコピーですね。キャンプ道具300、最速レビュー。また小特集では春ランマン、お花見、ミニハイク30などの特集が組まれており、今月号もビーパルは内容が盛りだくさんです。さて中から付録が出てきました。今までの付録とは様相が違い、付録には珍しく紙に包まれながら極厚鉄板のお見え見えです。持っているだけでもかなりの重さがあります。なんかこう重くて平べったい文鎮のような感じです。こちら雑誌と合わせると今月号はかなりの重量があるのではないでしょうか。本屋さん泣かせの付録ですね。箱の中身はこの鉄板本体とハンドルの2点だけとなります。サイズですが、まずは雑誌と比べると約半分より一回り小さめな感じの大きさ、だいたい B6 ほどのサイズとなっています。結構小柄ですね。また iPhone 15 Pro と比べると鉄板の上にこんな感じで収まります。焼いちゃダメよ、焼いちゃ。実寸サイズは縦12センチ、横18センチ、そして重さが約 523g。 またハンドルを入れると約 559g となります。また縁の部分は上下と左側は約1センチで、右側の差し込み口は約2センチとなっています。そして鉄板の厚みは約3ミリほど、全体的な高さは約1センチ。極厚の名にふさわしい厚さですね。またハンドル部分は長辺が約15センチ、短辺が約3センチ。そしてハンドルの太さは約4ミリとなっています。材質は本体は鉄、ハンドル部はステンレスとシリコンとなっています。では細部をよく見ていきましょう。まずは雑誌の表紙から。ビーパル2024年4月号付録、肉の焼き目が食欲をそそる、ハンドル付き極厚鉄板ソロということで、雑誌内にこんな感じで付録の紹介がされています。そして箱の表面はこんな感じ、いくつかのアピールポイントが書かれています。そして特に注意してみなければならないのは裏面に書いてある注意事項、特に最初の行は非常に大事な事柄ですね。本体は18センチ ×12 センチの小柄な鉄板がお見え見え。鉄板上にはトレードマークである小川のテントが刻印加工されています。表面には凸面のラインを斜めにし、お肉などの焼き目を意識した作りとなっています。まさにテントに流れ星が降り注ぐようなデザイン。いや、そこまで考えてるのかな。鉄板表面から縁までの高さは約6ミリ、高さがないので油をこぼしそうでちょっとだけ不安です。また鉄板全体はエッジがなく、角は丸みを帯びており、加工時に出たバリなどもなく、安全対策もバッチリな感じです。右側の縁にはハンドルを差し込む穴が開いており、ハンドル穴は縦 3.4センチ、幅が7ミリ。また縁を除くプレートのサイズは以下の通りとなっています。ハンドルを穴に入れて引っ掛けて、このように調理をします。ハンドルは横に大きく揺らさなければしっかりとホールドしています。ハンドル部には熱が伝わりにくい皮膜があるので安心です。
そして最後に裏面はこのような感じとなっています。この鉄板の厚みは3ミリですが、だいたい2ミリ以上の厚みがあるとハンバーグやソテー、ステーキなどは焦げづらくなり、よく火が通ります。じっくり火を通すことに向くようです。逆に 1.2 ミリや 1.4 ミリなどはチャーハンや炒め物などが向いているようです。また鉄板の油に皮膜をつけるためにシーズニングをすると焦げつきにくく、鉄板が長く持つようです。今回ワンコシーズニングの実験をしようと思い、シーズニングをしていたんですけれども、一番最後の実証実験の時点でうまくシーズニングができていなくて、時間切れで失敗してしまいました。なので今回は付録紹介の回となります。次回は失敗しないよう、時が戻ったらキスしてグッバイ。